プロイトスが創建し、キュクラオプスたちが城壁を建造したと伝えられる、ティールンス。プロイトスは、ギリシア神話の人物で、ティールンスの王である。アルゴス・オアバースとマンティネウスの娘アグライアーの子で、アクリシオスと、双子の兄弟。ルキア王、イオバテイスあるいはアムピナクスの娘アンテア、あるいは、ステネボイアとの間に、リューシッペイ、イーピノエ、イーピアナッサ。 メガペンテースを設けた。ステネボイアはアペダースの娘とも言われる。またプロイトスの娘はエレゲー、ケライネーとも言われる。プロイトスとアクリシオスは生まれる前から母の体内で争い、成長すると王位をめぐって戦った。一説にこの戦いは、プロイトスがアクリシオスの娘、ダナエを怪我したことが原因であるという。しかしプロイトスは敗れて、 アルゴスを追放され、ルキア王イオバテイスのもとに身を寄せ、イオバテイスの娘と結婚した。プロイトスは、イオバテイスの、ルキア軍と共に、アルゴスに帰還し、ティーユンスを得た。この時キュクロープスたちが城壁を築いたと、伝えられている。パウサニアスによれば、プロイトスとアクリシオスの戦争は、勝敗がつかなかったため、両者は土地を分け合い、アクリシオスは、アルゴスを、プロイトスは、 ティーリュンス、ミデア、ヘーライオン、あるいはさらに、コリントスを支配した。またこの戦いで盾が発明されたという。プロイトスの娘たちは成長すると、ヘイシオドスによれば、ディオニューソスの祭りを拒んだため、アクーシラーオスによれば、ヘーラーの木造をバカにしたために狂気し、そのため彼女たちは、ペロポネーソスを放浪した。アイリアノスによれば、 彼女たちはアプロディーテイによって狂気させられ、裸のままペロポネーソスを放浪した。そこで預言者のメラムプースは、プロイトスに国土の3分の1を報酬に、彼女たちの治療を申し出た。プロイトスは、報酬が莫大なので拒否すると、娘たちの狂気は、さらにひどくなり、国中の女たちに広がり、子を殺し、家を捨てて放浪した。このため、 プロイトスは条件を飲んでメラムプースに治療してもらおうとした。しかしメラムプースは兄弟のビアースのためにさらに3分の1の国土を要求した。プロイトスがそれにしぶしぶ同意するとメラムプースは若くたくましい男たちを率いて女たちを山から四季を温に追い立てた。この時長女のイーピノエーが死んでしまったが残る二人はメラムプースに癒されプロイトスは メラムプースとビアースに報酬と、さらに、娘たちを妻として与えた。後にプロイトスは、殺人の罪でコリントスを追放されたベレロポーンの罪を清めた。この時、プロイトスの妻は、ベレロポーンに恋し、誘惑の手紙を送った。しかし、ベレロポーンが断ったため、彼女は、プロイトスに、ベレロポーンが自分を誘惑する手紙を送ってきたと、残言し、殺すよう言った。 プロイトスはこれを信じたが自分で殺そうとはせず、岐阜のイオバテイスに、ベレロポーンを殺してほしいと手紙を書き、それをベレロポーンに渡して、イオバテイスの使いに出した。手紙を読んだイオバテイスは、ベレロポーンにキマイラ退治などの難題を課し、それを見事に成し遂げたのを知ったとき、自分の娘と結婚させた。プロイトスの妻ステネボヤは、ベレロポーンの結婚を知って自殺したとも、 ベレロポーンに殺されたとも言われる。プロイトス自身はペルセウスに殺されたとする伝承があるが直系の子孫はメガペンテース以降、アルゲオス、アナクサゴラース、アレクトール、イーピストカパネウス、ステネロス、キュララベースと続いた。なお、コリントスにはプロイトスが創建したとされるアポローン神殿が、オ去ンにはヘーラー神殿があったという。ありがとうございます。